自民党総裁選挙の国会議員票は引き続き小泉氏がリードしています国会議員票をめぐる中盤の情勢では小泉元環境大臣が60人前後と先行していて出馬を断念した斉藤経産大臣らも加わり支持を伸ばしています小林前経済安保担当大臣は中堅若手を中心に50人近くを集め 林官房長官は、旧岸田派の議員を中心に40人を超える支持を取り付けています。茂木幹事長や石破元幹事長、高市経済安保担当大臣は30人から40人ほどにとどまっています。また、河野デジタル大臣、上川外務大臣、加藤元官房長官は推薦人20人からの上積みを目指していますが、伸び悩んでいます。 およそ50人の動向が分かっていません。一方、立憲民主党の代表選挙では、候補者4人がインターネット番組で25歳以下の若者らと意見交換を行いました。野田元総理大臣は自身の幼少期を振り返り、今日より明日が良くなるイメージを取り戻すと述べ、枝野前代表は一緒に人を大事にする社会に変えましょうと呼びかけました。 また泉代表は党の政権担当能力をアピールし吉田議員は経済状況にかかわらず教育が受けられる環境づくりを訴えました。